ハーチャマちゃま、ハーチャマこと赤いハートです。今日のハーチャマクッキングはメントスコーラ焼き。まずはメントスをコーラにつけましょう。そしたら焼く。いい焦げ具合になってきました。隅々までしっかりと焼いてくださいね。メントスコーラの化学反応か、ただの沸騰か、わからなくなるぐらいになったら、さらにコーラを足しましょう。じわ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 。嘘だろ、ハーチャマ。マジかよ、ハーチャマ。何やってんだよ、ハーチャマ。これが噂のメントスコーラ焼肉。こんなことしたら炎上しちゃうよ。牛肉くん、ごめんなさい。ただでさえ料理が下手すぎて炎上しかけてるのに、加減にしろよ、メスガキ。充実したネット生活ももう終わりだ。メントスコーラ焼肉女とか言って、小学生や JK からもバカにされて生き恥をさらしてくんだよ。オタクから囲われる姫生活も今日で終わり。あばよ、ハーチャマ。食べてる。だと意外と美味しいのか、これ。日頃の主食がショートケーキやパフェのようなアイドルもこれを食べれる。そう、つまりメントスコーラ焼肉イコールパフェ。証明完了。これは流行る。みんなも挑戦してみてね。次回のハーチャムクッキングもお楽しみに。チャンネル登録とツイッターのフォロー。